はい、こんにちは、バートマンです。この前やったですね、スモートロンを今日はギターで使ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、この前ベースを弾かせてもらって、ベーシストの皆さん本当に優しいことに、誰も、悪いをつけずにですね、見てくれて、まあ、末松がやってるから仕方ねえなって感じで見ていただいてるんでしょうけど、本当にありがとうございます。なんか少しでも、お役に立てるとは言いませんけども、皆さんがね、思想動画を作るきっかけぐらいになったら嬉しいなとは思ってますが、というわけで、スモートロンはベース用にチューニングされた、エフェクターということだったんですけども、ギターで、エンベロープフィルターを使うとしてもそんなに細かく設定を変えるってことはちょっと考えにくいかなと思うんですよ。いろんな曲でいろんな設定でっていうよりかは自分の気に入ったこうワウワウ感を一個見つけたらそこで固定するような感じなので、もしかしたらうまく設定すればできるかなと思ったら全然できます。全然ギターでも使えるというわけで、ちょっとこのサウンドを聞いていただこうかなと思っております。まずですね、下のスイッチはどちらもこう右側にですね、ハイアップの方で、真ん中のこのバランスも右に振り切ってですね、ハイレンジをこうミックスするようにして、上はですね、まあ原因が2時、こうなんだっけ、これピークが3時とかぐらいですかね。これのサウンドを聞いてください。もうね、普通に使えます。はい、もうバッチリですよね。というわけでめっちゃ使えると思いません？オートバウ2種類ぐらいあると思うんですよね。1種類は、なんていうのかな、中音域があってギターソロというかクリーンのギターソロに使えるような、僕のイメージで言うと、ブレッカーブラザーズのランディ・ブレッカーがですね、たまに、ソロを吹くときにですね、ワウをかけたりするんですけど、あの感じっていうかな、わかりにくいかな。ランディ・ブレッカーのようにパコパコパコっていうのが僕のイメージなんですけども、そういう感じのやつと、もう一つ、ビャオビャオ、もうね、コードのなんていうの、一つ一つの音なんか何押さえてるかわかんないんだけど、ビャーオっていうね、かっこいいエフェクター系があると思うんですよね。で、この実際スモートロン、どっちもできそうな感じです。なんかね、どっちとも言えないような真ん中というか、どっちにも触れるというか、かっちりは触れないんだけど、このちょっと真ん中ぐらいで触れるような、すごいいい感じなんで、一つずつですね、アンサンブルに混ぜてやってみましょう。まずはビャオビャオ系からやってみます。というわけでいかがだったでしょうか。めちゃくちゃかっこよくないですか。スモートロンとディストーションとディレイをかけました。もうこれだけでめちゃくちゃかっこいいですよね。もうね、これ聞いてもらえばもうこの動画は半分以上終わったもんかなと思ってたんで、どうしようかなと思いましたが、一応ねクリーンとかもやってみましょう。それでは聞いてください。いかがだったでしょうか。これも全然使えますよね。ジャズミュージシャンとかフュージョンの方とかはもうガンガンにソロにかけてもらえれば、いわゆるそのビャオ、ピャオピャオ、こうなんていうの、ビャオビャオピャオピャオいう、やつはですね、なかなかのクリーントーンにかけたら下品になってしまってちょっと厳しいなと。でもポコ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 いうやつはちょっと途中からね、なんかポコポコ言ってておかしくなるみたいな、そんでちょうどいい塩梅になります。これちょうどいい、ちょっとビャオと言いながらも、
クリーントーンでも音が太く、ほんとねこれ超おすすめですね。はい、というわけで僕が見つけたちょっと面白い設定なんですけども、スイッチの方ですね、このアップとダウンのスイッチをダウンの方にして、あのベースで使うとシンセベースの音が出るような状態の設定にしてですね、ちょっとゲインもあのピークもきつめにかけてですね、コードを抑えっぱなしにするんですよ。そしたらこのなんていうのかな、そのエフェクターがこうリリースされるときにですね、こう音がジャーって戻ってくるんですけど、それがねなんかこうもう今にでも宇宙へ飛び出しそうなというかね、非常にスペーシーな音になります。じゃあちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで、非常にこうね手からこう魔法が出てるような音がしますよね。はい、というわけでスモートロンギターでめっちゃ使えるじゃないですか。もうぜひね皆さんもゲットして使ってみてください。というわけでこれからも皆さんのお役に立てる、情報をどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録の方だけぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。